どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は夏といえば熱闘甲子園。甲子園2019年の熱闘甲子園のテーマソングになっています。今爆心中のバンドオフィシャルヒゲダンディズム、ヒゲダンさんのね宿命、このかっちょいい曲をこの小さいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。やった。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン、後半はこれは結構深いですよ。かっちょいいんですよ。リズムがねこうちょっと落ち着きながらもこのビシビシこう入ってくるリズム感、かっこいいバージョンやります。2バージョンやりますんで最後までご覧になってください。さあ今歌いたい曲、思い出のあの曲、いつも頭流れているメロディーを CD 聴いたりカラオケ行ったりって歌うのもいいんですけど、自分で楽器を弾いてやる弾き語りっつうのがもう最高に楽しいことでございまして、ぜひ皆さんにもこの楽しさを味わっていただきたいと思うんですけど、楽器は無理なんです。はい、無理無理、私は苦手という皆さん、でもウクレレだったら簡単にできますから、もう本当にすごいですよ。これは弦も4本しかないしね、まあ押さえるの簡単だったと。はい、でちっちゃいからいつでもどこでも持っていけるっていうのがまたいいんですよ。ぜひ皆さん始めましょう。夏にウクレレ始めるとか最高だと思います。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけでどんどんウクレレが音楽が楽しくできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクありますが、このリンク先の初心者レッスンというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけでできちゃったってすぐなりますからね。しかもね YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも無料でできるわけでございます。ちょっとした隙間時間でね、人生をこうガラッとこう転換させちゃおうということでやってみましょう。はい、じゃあ初心者レッスンここ行ってくださいよ。はい、クリック。いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽が700曲以上、簡単ウクレレレッスン動画としてすでにアップロードされております。はい。最新の J-POP から定番の J-POP、昭和の夏メロ、演歌、アニメソングから洋楽もたっぷりある。ハワイアンソングもある。もう、いろんなものをウクレレで簡単にできるようにしてアップロードしています。先ほどのリンク先の、ところで検索したり、ジャンルボックスから選べたりできるようになってるんで、ぜひいろんな曲やってみてください。それでは行きましょう。宿命。ヒゲダン。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。嘘じゃない泥だらけの笑顔、夢じゃない肩を組んで叫びたい僕らの想い、届け奇跡じゃなくていい、美しくなくていい、生きがいってやつが光輝くから、切れないバッテリー、魂の限り宿命ってやつを燃やして暴れ出すだけなんだ。緊張から不安が芽生えて根を張るみたいに僕らを支配する、そんなものに負けてたまるかと、今宿命ってやつを燃やして暴れ出す、届け奇跡じゃなくていい、美しくなくていい、生きがいってやつが
光輝くから切れないバッテリー魂の限り宿命ってやつを燃やして暴れ出すだけなんだ。ただ宿命ってやつをかざして立ち向かうだけなんだ。せーの、ガチャン。ヒゲダンの宿命、ガズレレルシンプル簡単バージョンやってみました。エネルギッシュな曲ですよね。はい、今のはもちろん聴いていただいて分かったように、ショートカットバージョンで2番をカットしてます。で、やってみ、フルでやりたい方は1番とコード進行一緒ですね。書き出してってください。で、テロップ見ながら何とかできたなって方は、今度それをノートに書き出して、自分だけでやってみましょう。今日はちょっと細かいですけど、私のノートを見ていただこうと思います。いつものことですけど、上の段が今やったシンプル簡単バージョン。下にこういろいろ書いてあるんですけど、これはかっこいいバージョンでやるコードで、だいぶコードが変わってきますね。これはね、矢印マークです。シンコペーションです。これ後で解説します。で、まあ、ここも見て、前半ここだいぶこのコード進行変わってきますけど、今のは上の段。後でこれ解説していきますからね。一時停止でメモってってください。ね、言葉がすごい。この言葉の乗せ方がやっぱね、この B メロのところもね、はい。いいかな。で、ここがサビになります。はい。ここにもダーダーだとか、キメがあったりとかね。後でここにも解説していきますよ。下のコードがね、やっぱりいろいろ変わってきますから。はい。そして、ここはまたちょっとおとなしくなって戻ってくるところですね。ブリッツパート。はい、ちょっと見づらいね。いろいろ細かく書いてある。これ、動画内のテロップ見てもらった方がいいかな。そして、ここまでやったらサビに戻ってから最後エンディングで、ちょっとこのアカペラっぽい感じで最後終わったという感じでやっている。これガズレレショートカットアレンジです。で、出てくるコード。この今隠してるところが後半かっこいいバージョンで出てくるコードだな。これがそうだな。はい。今出てきたのはこのね、9個のコードなんですけど、これはね、1個ずつ見たら超簡単。いいですか？見てください。C、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7、C7 です。この、コード、今9個なんですけど、これはですね、多いなと思うかもしれないんですけど、これ超入門コードの塊、ドン！これです。ガズレレ必須コード。これいつもガズレレ動画が出てくるんですけど、何かと言いますとね、このウクレレ始めるときにコード、音楽ってコードを奏でるっていうのが、まあ覚え、コードっていう存在を覚えなきゃいけないんですけど、ほんと星の数ほどあるんですよ。全部覚えようと思っても大変じゃないですか。で、ウクレレで皆さん音楽やろうと思った皆さんは、ウクレレにとって、ウクレレから見た、すごく便利なコードの集まりというのがあります。すごく仲良しコードです。それがですね、8個プラス2くらい、結局10個くらいの、まあ、コードを覚えておくと、本当に役立つっていう基本中の基本のコードがあるんですよ。それをガズレレ必須コードと名付けてます。10個とか8個多いなと思うかもしれない。1個ずつ見たら、この指1本のコードとかいっぱいありますから、思ったより簡単ですよ。で、以前はこのガズレレ必須コードを解説している動画、ここに貼っておきます。ここでこのコードは覚えてください。これは必須ですから、覚えていきましょう。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説、今日はいっぱいありますんで、どんどんいきます。まず、コードが2個追加になります。A シャープというコードと F マイナーというコード。これ、まず A シャープから見ていきます。A シャープというコードを押さえる場所、ここと、ここと、ここと、ここですね。ここ、ここ、ここ、ここ。だから、ここをキュッとこうやって押さえて、このぐらい角度がついた方がいいですよ。ちょいちょいと押さえる。あるいは、指1本1フレットを制覇して押さえて、こっちちょっと慣れてる方はこっちの方がいいと思うね。これが A シャープというコードです。あともう1個。F マイナーというコードね。これも初心者の方がちょっと最初難しいと思われるコードですね。まず押さえる場所。ここと、ここと、ここね。ここ、ここ、ここ。なんで、こうやって押さえるのが教科書通りという押さえ方ですけど、ガズさんの場合はこの4弦をこうやって親指で押さえちゃう。どっちでもいいです。やりやすい方で。この2つのコードを足していきましょう。で、今日はですね、リズムがね、これ、すごい大変というか、ね、面白いですけど、はい、こちら。基本的には16ビートのチャというリズムです。ちょっとやってみましょうか、一応ね。基本。C を押さえて。これが基本のコード、あ、コード、基本の弾き方ね。弾き方です。で、この16ビートのチャの弾き方ですけど、
ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャという弾き方を動画でマスターしていただきたいんですけど、これ難しいんですよ。結構ちゃんとストーリーがありまして、まず8ビートという基本中の基本のリズムを覚えて、8ビートのチャ、16ビートのチャというふうにだんだんレベルアップしていくところの前に、最高峰のところなんでね、結構難しいんですけど、ゆっくり楽しみながら取り組んでいってみてください。で、今日はですね、このマーク出てきますよ。シンコペーションマーク、最初のイントロで出てくる C と F のところをちょっとご注目してください。こうです。ちょっとこれ繰り返すと C から F、 これちょっと前に来てるでしょ。ダンダダつく F タスカタカタカ、このようにリズムがダンダカつくかバーンってこう前に突っ込んで、こう入って前に食い込んでくるようなやつをシンコペーションと言います。そういうのがまあ多々出てくるんですけど、ちょっとそれに付随してですね、今日はちょっとね、よく見てもらうと分かるんですけど、ここのところ見てください。星が書いてあるでしょ。こういうふうに4つ1ブロックに書いてあるところでちょっとコツがあって、独特なリズムって書いてあるんですけど、ここダツツダツツダーンって書いてる感じなんですよ。これ C と Em7 と F って下に書いてあるんですけど、これはね、ここ言ってんですよ。 C と Em F でダンツダンツタタンツツダンツタスタタン、こういうリズムなんです。ちょっとね、これ A メロのね、最初の方やってみます。心臓から溢れ出したメロディ、デデ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 、こういうリズム、ダンダダンダダン C Em7 F、 これ要はこれシンコペーションの応酬なんですけど、ダンダダンダダン、はい、ダンダダンダダン、ちょっと特殊なこの8ビートというかシンコペーションというか、今日キメを弾きながらっていうような感じですね。もう一回ゆっくりやってみましょう。ダンダダンダダン、はい、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 これが結構このパターン多いです。独特なリズムパターンですね。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、はい、8ビートなんですけどね、そのコードがもう3つで変わっていくっていう、これ独特なことでございます。ちょっとサビに入る前に一回ちょっとね、独特な決めみたいなのがあるんですよ。ここですね、僕らの思いっていうところね、僕らの思い、ここがこっちのコードをやるんですよ。これちょっとテロップで見てもらいたいんですけど、この僕らの思い、このコードがだんだん変わっていく。ちょっとこのタイミング感難しいんでやってみますね。いきますよ。肩を組んで叫びたい、ここです。僕らの思い、わかった？もう一回。僕らの思い、 Dm7 Em7 F D7 D7 G7、僕らの思いで G7 ね、僕らの思い D7 が2回です。 Em7 Em7 F、 ここダンダダンダン、届けってなります。ここが結構、難しい。ジャンジャ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 ン、決めましょう、うん。で、あとブリッジパートのところではちょっとこう抑え気味のテンションになったりとか、やっぱこうストーリー性っていうか、こうメリハリがね、演奏の中でもあるような感じでやってみたいのと、あとさっきも言ったんですけど、このダー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 とかこう決めがあるんでね、止まるとか、そういうのテロップに書いておきますけど、ちょっとこういうのテロップで確認しながらやってみましょう。この曲は結構スケール感が大きいんですよ。16ビートなんですけど、ドーンつくバックバーンってこう大陸的な、こうなんかこう青春のエネルギーをこうドーンとこうぶちまけるようなイメージで、ゆったり感がね、結構この曲いいなと思いました。はい、そんなことを意識しながら、宿命、高校野球のテーマソング、熱いぜ、やってみましょう。ガズレレ流かっこいいバージョンでやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ダン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 、溢れ出した声と
くていい、美しくなくていい、生きがいってやつが光り輝くから、切れないバッテリー、魂の限り宿命ってやつを燃やして暴れ出すだけなんだ。みたいに僕らを支配する、そんなものに負けてたまるかと、今宿命ってやつを燃やして暴れ出す。届け奇跡じゃなくていい、美しくなくていい、生きがいが光り輝くから、切れないバッテリー、魂の限り宿命ってやつを燃やして暴れ出すだけなんだ。ただ宿命ってやつを果たして立ち向かうだけなんだ。せーの、じゃじゃん、オフィシャルヒゲダンディズム宿命、ガズレレ版かっこいいバージョンやってみました。このスケール感がドーンと出る感じがね、雄大なこう感じが出るとね、いいと思います。これは気持ちがいいですよ。はい、ぜひ皆さんこれ大きい声で気持ちよくできるようにやってみましょう。はい、ウクレレやってて楽しいなと思った方、どんどんこの楽しさを周りの方に、お伝えして教えてあげてくださいね。はい、ガズレレ YouTube チャンネル登録もお願いします。この YouTube チャンネルもどんどんご活用ください。はい、ガズレレいろんなことやってます。このウクレレ一本持って日本全国回ったり、本をいろいろ出してたり、今度はこのウクレレも皆さんこの手に取っていただくべく動いてまいります。そんな最新情報、この後ちょっと動画でいろいろご紹介しておりますので、お時間ある方ぜひともご覧になってください。今日は見ていただいてありがとうございました。それではご案内動画どうぞ。まずはこのホームページご覧になってください。ガズレレ .com、 ここを見ていただくといろんな情報がボコボコ出てきます。はい、ここリンク貼っときますね。ガズレレ .com です。よろしくお願いします。はい、でイベント最新情報ですけど、ドン、こちらからです。まず8月4日、イオンモール、山梨県のイオンモール後期昭和、こちらの中のイオンホールというところで島村楽器さんの主催でやります。ウクレレ持ってきてください。ガズさんのコンサートではなく、みんなと一緒に作り上げるコンサートですからね。お一人様でも大歓迎、もちろんお仲間同士でも大歓迎。これ夏休み中ですからね、ドライブがてらに来るとかそういうのもいいと思いますよ。山梨の綺麗な空気でグワーって弾く、これはいいと思います。皆さん待ってますよ。あとそれに続いてイベント日本全国駆け巡ります。どうぞこれ見て、これその次はもう東北行きますよ。山形と宮城と山形行って、で九州も行きますからね。東京も11月11日ガズレレの日やります。まあどんどんまだまだ増える予定です。全国駆け巡ります。皆さん一緒にワイワイやりましょう。あとこのウクレレなんですけど、これクラウドファンディング終了したんですけど、これもねもうちょっと待ってください。今年の末から来年頭ぐらいには通常販売に向けて動けると思います。お待ちください。これめちゃくちゃいいウクレレですから。あと本をいろいろ出してます。いろいろ出してるんですけど、その中でも今一番ヒットしてて真新しいのがこれ、リットミュージックから出てる100曲入りのソングブック、この一冊あったらです、もうほんと楽しめますから、ぜひ皆さんこれでワイワイやってください。さあ音楽って聴くよりやる方がいいね。皆さんどんどんこの楽しさを、シェアして自分でも楽しんで楽しい音楽人生にしていきましょう。ありがとうございます。さようなら、バイバイ。